皆さんこんにちは、加藤です。今回はですね、柴田が新しく発売する炎上商法で1億円稼いだ男の成功法則という本がですね、絶対に売れない理由をお話ししたいなと思います。これはですね、絶対誰も買わないし売れません。まあ、なぜかっていうとですね、柴田自体がもうオワコンなんですよ。もう終わってるんですね。で、本人もこれ認めてます。再生回数がですね、もうどんどん落ちてて、で、面白い動画っていうのがね、作れなくなってきてるし、しかもですね、台風で、死者が出た台風において、その亡くなった方をですね、侮辱するような動画を出して、しかもそれに対して謝罪もせず開き直ってるんですよ。でですね、まあ本人がですね、まあ本日出た動画の中で、まあ僕は柴田を演じてると言ってるんですけど、まあその演技でやってるのはですね、もうみんな分かってるんですよね。で、演技でやってるのは分かってるんだけど、それでもあまりにもひどいっていうことで、その再生回数が落ちてですね、人気がどんどん落ちてるんですよ。で、しかもオリラジの中田みたいに、その人気のある芸人なんか YouTube にどんどん参入してるわけですから、これからですね、柴田がどんどん落ちていくのはもうほぼ間違いないだろうとね。朝倉未来の動画は面白かったですけれども、まああれをね、ま毎週のようにね、で、動画を作れるわけではないですし、まあコラボできるわけではないので、まあ厳しいでしょうと。で、過去1億円稼いでたかもしれないですけれども、まあここから先はね、もう衰退していく一方だろうと思います。で、コラボしてるね、坂口杏里との夫婦動画、夫婦設定みたいなのもめちゃめちゃ滑ってるんですよね。さらに言うと、だから今回の動画の、低評価もですね、かなり多いですし、まあ厳しいなと。ただですね、坂口杏里の本っていうのは売れると思います。これは絶対売れる。っていうのも、やっぱり彼女がですね、今、まあ、世の中的には迷走してると、まあ、ホストにお金を貢いだとか、なんかこういろいろ言われてるじゃないですか。で、その本当の理由っていうんですかね、その背景っていうのをね、知りたい人って多いと思うんですよ、思うんですよ。なぜかっていうと、今日本はかなり不景気で、大変な思いをしながら生きてる日本人の皆さんって多いと思うんで、まあそういった中で同じように、ちょっと大変な思いを していそうな坂口杏里のことを知りたいとね、彼女の強さのね、根源を知りたいと思う人はいると思うんで、坂口杏里の本は売れると思います。ただ、柴田の本は、まあ、売れないでしょうと。でね、まあ、ただね、売れないって言ってもね、柴田かわいそうなんで、一個だけね、僕からアドバイス。これね、柴田は坂口杏里とですね、AV をね、出したらいいんじゃないかなと思います。これでもし、二人で、もうカップル、まあ、夫婦設定の AV で何でもいいと思うんですけど、出したらですね、これめちゃめちゃ話題になると思います。まあ、その AV 自体が売れるかどうかはわかりませんけれども、今ね、YouTube って大体ね、規制がまあ、厳しくなってきてて、まあ、なんて言うんだろう、正直、つまらなくはなってきてると思うんですよね。なんで、なんて言うんだろう、こういう、ちょっと危なっかしそうな人たちっていうんですかね、が、そういう、なんだろう、大手の芸人たちに勝つためにはですね、やっぱりエロで攻めるみたいなのはありなのかなと思うので、まあ、2人でですね AV を出したら、もうこれねかなり話題になると思うし、柴田もね、勢いがね、今落ちつつある勢いが、またね、上がっていくんじゃないかなと僕は思いました。はい、今回は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。